老人たちへ言いたい。昔から老老いるいうこと、病病気になること、死死ぬこと、この三つのことについて考えるいうことが非常に大切だと言われてきた。私はそれ以外に孤独と貧乏ということを付け加えたい。老人は老病死のほかに孤独と貧乏を考えなくてはならない。なるようにしかならない。誰か何かしてくれる。というようで、ことで、自分で考えない、努力しない人間が多すぎる。誰もこれらの問題は解決してくれない。個人個人が解決する以外はない。